はい、どうもこんにちは、ハッシーです。今日なんですけれども、朝築地の方でですね、こんなものを買ってきました。こちらの新イクラですね、北海道の方からですね、新イクラの方が入ってきましたので、今回はこちらをですね、仕込んでいこうと思います。で、今日のこの新イクラがですね、だいたいお値段が1キロあたり1万円の新イクラです。だいたい相場的にはこれぐらいが新イクラの相場なのかなというふうに思うんですけれども、まあ新イクラの特徴としてはですね、まずは出始めの卵ということでですね、皮がとっても柔らかいですね。で、僕たちが普段食べ慣れているようなイクラのようなプチプチとした食感というよりかは、皮が柔らかくて口に入れた時に溶けるような食感になっていますね。だいたいこの8月9月あたりからですね、出始めてどんどん、粒も大きくなっていくんですけれども、それに伴って、どんどん皮が硬くなっていってしまうので、この出始めの新イクラというのはですね、この時期でしかないこの食感と美味しさがあるので、とてもお寿司屋さんとかでもですね、人気のネタになっています。まあ、いろんな方法はあるんですけれども、今日は一番スタンダードな、まあ、一般的にやられているような仕込みでやっていこうかなと思います。はい、じゃあ早速やっていこうと思います。まずはですね、このイクラのですね、周りについてあるこの膜ですね、これを手で軽くほぐしていきます。まあ、完璧に綺麗に取らなくてはいいんですけれども、このように手で押さえてですね、このような感じでほぐしていきます。あんまり強くやりすぎるとですね、この粒が潰れてしまいますので、優しくやってください。で、これもですね、網みたいなものにですね、こう擦りつけて取るやり方もあるんですけれども、まあ、いくら的に優しいのはこっちかなというふうに思うので、まあ、好きな方法でいいと思うんですけれども、今日は数が少ないので、今日も手でやっちゃいます。はい、このような感じですね。そしたら次は、こちらに熱いお湯と冷たいお水2つ用意します。で、大体お湯の温度はですね、70度から75度の間で用意しておきます。で、これなんでかって言ったらですね、この後ですね、この先ほどほぐしたイクラのですね、この膜を取り除くんですけれど、お塩を入れたお湯でやった方が綺麗に取れるっていうのもあります。それとですね、イクラの卵、これ一応内臓なので、たまに寄生虫なんかがいる時があるんですけれども、それを、熱で殺菌するというか、そういうような役割があります。で、これが お湯の温度がですね、80度以上になるとですね、今度はイクラの皮が硬くなって、食感が悪くなりますので、この70度というのを守ってやっていきます。ここに、沸騰したお湯ですね、沸騰したお湯を入れて、ここに冷たいお水を加えます。で、大体沸騰したお湯のところにですね、お水を入れることによって、まあ、70度ぐらいにはなりますので、先ほどのイクラの方にお塩を少し全体にかけてあげて、先ほどの70度にしたお湯をですね、このイクラの中に入れていきます。そしたら箸を使って全体をかき回していきます。なるべく手早くですね、あんまり長くやりすぎるとイクラにどんどん負荷がかかってしまいますので、なるべく早くします。そしてぐるぐると回したら、このようにですね、膜が取れますので、こちらを取り除いていきます。で、ある程度膜が取れたら、すぐに
ザルにあげますね。そして冷たいお水を入れます。はい、こんな感じですね。で、まだ取り残しの膜とかがあるので、こういうのをですね、掃除していきますね。で、最後のまだこの中に残ってある汚れや膜をですね、取るときには手でですね、このかぎ爪状にしてぐるぐると回していきますね。そしたらボウルの中で攪拌されてですね、中の汚れとかが浮き出てきますので、ある程度ぐるぐる回したらこの水を捨てます。だいたいこれを 4,5 回ですね、繰り返すとある程度きれいになりますので、これを続けていきます。このように浮いた汚れとか膜がですね、上の方に上がってくるので、これをきれいに洗い流していきます。はい、じゃあある程度ですね、きれいに汚れを取ることができたので、この状態でですね、一旦ザルにあげて、水を切っていきます。で、イクラとか、こういう卵系のものはですね、水に当てるとちょっと色が白っぽくなってしまうんですけれど、空気に当てることによってですね、どん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 色が戻ってきますので、この状態で1時間ほどですね、水気を切って待っておきたいと思います。はい、だいぶいい感じにですね、色が戻ってきましたね。次にですね、こちらを冷蔵庫で寝かせようと思うんですけど、寝かせる前に軽く塩を一つまみですね、パラパラっとかけてあげます。これで塩の浸透圧によってですね、イクラの中の臭みとか水分をですね、出してあげて、でこの後に漬け地に漬けるんですけれども、この塩をすることによってイクラの臭みとかが抜けてくれるので、このように塩で軽く脱水してあげてですね、いつもの、魚の仕込みとかと一緒ですね、イクラもやっぱり臭みとかが若干あるので、塩を振って全体になじませてあげるような感じですね。でこの状態でラップをして冷蔵庫の中で1時間ほど寝かせようと思います。はい、この間にですね、漬け地を作っていきたいと思います。まずは、煮切りという作業をやっていきます。煮切りというのはですね、調味料で、アルコールを使うお酒とか、みりんとかですね、アルコールが入っているもの、こちらのアルコール分をね、飛ばしていく作業なんですけれど、まずは、お酒を2杯ですね、このお玉で2杯ですね。次にみりんが1杯です。で、この状態で火にかけます。はい、アルコールがですね、完全に飛んだら火を切って、お醤油を、お玉で1杯ですね。ちなみにこの醤油めちゃくちゃ美味しいですよ、おすすめです。でこの漬け地もですね、いろんな方法がやり方があるんですけれども、一番スタンダードなやり方かなというふうに思います。まあ、色をあんまりつけたくないっていう人はですね、こちらを、まあ、薄口にしたりとか、もうお塩だけで調味したりっていう人もいますけど、まあ、一般的なお醤油の
味のするですねイクラはこういう作り方が多いかなと思います。とここでですね昆布を1枚入れていきます。はい、漬け地ができたらボウルにお水と氷を張ってですねこのように冷ましていって、この地が冷めたらですね先ほどの脱水が終わったイクラとですね合わせて完成という感じになります。はい、あれからですね1時間経ってイクラもいい感じに色も出てきましたね。こちらのイクラの地の方もですねいい感じに冷えてですね味も馴染んできましたので、こちらをタッパーに移していきます。これはですね漬ける時間なんですけれど、だいたい1日もしくは2日ぐらい、長くても2日ですね。で今回の地はですねこの見てもらったら分かる通りですね結構醤油の色が強い感じの地になってますので、これをですねあんまり漬けすぎるとどんどん醤油の塩分が入ってですね辛くなってしまいますので、今日のような醤油がしっかり効いた漬け地だったらですね、1日でいいと思います。で翌日にですねこちらの地をざるに切ってですね召し上がるっていうぐらいがちょうどいいかと思います。で本当にですねこれがイクラの甘さを引き立てるような感じの割合だと、薄口を少し入れたりとか、醤油の量を減らしたりとかっていう風ないろんな組み合わせでできますので、今回はですね、一般的なというかよくあるような感じのイクラの味にしてみました。で、イクラというとですね結構仕込み的に難しいのかなっていう風に思われるかもしれないですけど、今日やったみたいにですねイクラをほぐす時の温度ですね、あそこさえ気をつければ全然難しくはないので、今の時期のですね美味しい新イクラをですね、市場とかに行かないとなかなか手に入らないとは思うんですけど、もし市場とかで見かけたらですね自宅で作って、自分好みのイクラの味に仕上げるのも楽しいかなと思います。今回の動画はこれで以上になります。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではバイバイ。